去年6月30日に山口市で大雨災害が発生しました。この災害で死者1名、半壊84件、床上・床下浸水がおよそ470件と大きな被害が起きました。今回のこの町に会いたいでは、災害が起きたとき命を守るために必要な3つの助け、自助・共助・公助について考えてみましょう。梅雨のこの時期、大雨による洪水や土砂災害など災害が起こりやすいですよね。はい、災害を知り対策し身を守ることが一番大切になります。災害への備えを考えるとき、命を守るために必要な3つの助け、自助・共助・公助について考えましょう。自分の身は自分で守る自助、災害の被害を最小限に抑えるために近隣住民や地域の人と互いに助け合う共助、市町村や消防をはじめ警察や自衛隊といった公的機関による救助・援助の公助、この3つの連携がスムーズであるほど災害への対応力を高めることができます。去年の梅雨時期には山口市で大きな豪雨災害が起こりましたよね。はい、去年6月30日から7月1日にかけて山口市で大雨災害が発生しました。警戒レベル4、避難指示が発令され、多くの住民の方が避難されました。2023年6月30日、夜から降り続いた雨で山口市は1日の降水量が 208.5 ミリ、最大1時間の降水量が61ミリを記録しました。この災害により死者1名、住宅では半壊84件、一部損壊6件、床上浸水120件、床下浸水354件の被害が出ました。梅雨時期は災害リスクが高くなりますよね。和田さん、こちらの山口市防災ガイドブック、災害が発生しやすい場所や避難行動など災害に役立つ情報が書かれています。避難を判断する上で参考になるのが山口市防災ガイドブックです。土砂災害などの災害が発生してからの避難は大変危険です。住んでいる地域の災害へのリスクを事前に把握し、早めに安全を確保することが命を守るためにとても重要になります。それでは気象予報士で防災士の坂本京子さんと去年6月の大雨災害があった現場に行ってみます。坂本さん、はい、こちらの写真が去年6月30日に大雨災害が起こった時の今私たちがいるこちらの地区の様子なんですけれども。そうですね、はい、川の様子とか、うん、あの町の様子ももう全然違いますね。そうですね、今この川が山口盆地を流れる二級河川の伏野川なんですけどね、はい、こんなに大きくて、うん、そして穏やかな流れなんですが、当時はですね、本当茶色く濁った水、うん、もう少しでね堤防にまで到達しそうなくらいの、はい、水位でしたね。でそして家があるところの周りにも水が、うんうん、入り込んできてますね。そうですね、床下浸水、床上浸水したところも多かったと思います。うん、それでは大戸市平川地区のハザードマップで災害時の状況を確認してみます。やっぱり赤くなっている地域が多いですね。そうですね、これで見ると本当によくわかるんですけれども、はい、の二級河川の伏野川に向かってですね、支流の吉木川が流れているところが大戸市地域、うん、はい、そして久田川が流れているところが平川地域になります。
このもう少し伏野川、こっち下流ですね、はい、下流の低平地でこの2つの支流が合流する、うん、そういった地域になりますので、大雨が降った時には浸水のリスクが非常に高くて、伏野川の水位が上がることで、はい、この2つの支流の川の水がこの本流の伏野川に吐けなくなる、うん、そしてまあ一部ですね、堤防を越えてこう越水してしまったり、あと地域にもたくさんの水路がありますけれども、はい、この水路が溢れて内水氾濫が起こりやすい地域だと思います。でもこうやってハザードマップを見て確認しておくと日頃から備えもできますよね。そうですね、やっぱり自分の家の災害リスクというのを知っておくということは大切だと思います。平成21年7月に発生した中国九州北部豪雨では非常に激しい雨が降り続いたことにより、水道水を作る施設浅田浄水場が浸水被害を受けました。これにより浄水場の機能が一時停止し、最大で3万5千世帯余りが断水となり、復旧までにおよそ1週間かかりました。去年6月30日の大雨災害で再び浅田浄水場が浸水することになりました。坂本さん、はい、こちら浄水場なんですけど、平成21年7月に起こった大雨災害ではこの辺りまで、私の胸あたりまで水がやってきてたんですね。そうですね。もうこの状態で避難するのはね、はい、とても危険ですよね。で、去年の大雨災害ではこの腰のあたり、2023年は2009年ほどではないんですけれども、はい、同じような場所でやはり浸水したということになります。やっぱりこの辺りの地域は警戒した方が良さそうですね、うん、そうですね、去年6月30日浅田浄水場で勤務をしていた山口市上下水道局の岡藤さんに当時の状況を聞いてみます。岡藤さん、去年6月30日の大雨災害の時、この浄水場の様子っていかがだったんですか？激しい雨がですね、ずっと降り続いていまして、翌7月1日の深夜2時頃にはですね、はい、建物の周りがすべて浸水していまして、で最終的にはもうこの全体が、まあ、海のように、浸かった状態になったので、まあ、その状況を見た時にはですね、さすがにちょっと、まあ、怖い思いをしました、ね、こちらの看板浸水シーンですけど、去年の大雨災害の時がこの膝のあたりまで水がやってきたということですね。はい、そうですね。平成21年7月の大雨災害では浄水場の1階が浸水していることが分かります。これを受けて浅田浄水場では平成22年6月に防水壁の設置による対策を実施し、去年の大雨では建物内への浸水を防ぐことができました。取り外しができるんですか？はい、そうです。これを、まあ、どんどんこの鉄板をですね、上に高く積んでいってですね、はい、最大、まあ、この辺までの壁ができます。まあ、これによってですね、この度の、2023年の水害の時にはですね、建物内に、入ってくる水を最小限に抑えることができました。はい、それによってですね、水道には大きな影響はありませんでした。じゃあ対策をしたことによって建物内も大丈夫で、水道水も断水することがなかったんですね。はい、そうですね。夜の状況というとやっぱり避難もなかなか難しいですよね、作業とかも。そうですね、まずやっぱり日頃見慣れた風景も夜は全く違うと思いますので、うん、まあ、地域の皆さんもですね、怖かったんじゃないかなって思いますね。まあ、特にあの2009年は大雨が昼間でしたけれども、まあ、今回は夜中だったということで、まあ、見る景色が全然違いますし、まあ、暗ければですね、物もよく見えないし、まあ、道もどこにあるかわからないというのでですね、まあ、やはりあの夜中の浸水被害というのはですね、まあ、非常に恐ろしいものだなと、まあ、再認識させられました。日頃からですね、まあ、警報だったり、まあ、何か情報だったりというのはですね、細かくですね、チェックするようにしてますので、それに対して対策を取って万全の体制で仕事に臨んでおります。去年6月30日山口市浅田の鴨原地域も大雨災害による被害を受けました。道路が冠水し、道と溝の境もわからない危険な状況です。
さくらさん、はい、去年の6月30日、はい、夜から朝方に起きた大雨、大変でしたよね。去年はですね、はい、当日実際にですね、冠水し始めたのは、まあ、夜ですので、だからその頃夜中の2時にですね、町内全体が冠水し始めたんじゃないかというふうに思っております。じゃあ私たちが今いるこの辺りも全部冠水です。どこが道かどこが水路か分かりません。だからもう歩くのは危ないですね。鴨原地区から大戸市へつながる交差点、去年6月30日の大雨災害では道路が完全に冠水し、通行人の膝のあたりまで水位が上昇していることが分かります。まあ、過去ここは2度、去年も含めて2度水害浸水被害に遭ったという経験がありますので、昨年も独居世帯、それから独居の一人暮らしなんですけども、家族のもとにあらかじめ避難したとか、大戸市の交流センターにですね、事前に避難したという家が、まあ、3件はありますね。昔は周りの田んぼや畑が雨受けになってくれていましたが、宅地化が進み、雨水は水路や河川に直接流れ込むようになりました。去年6月の大雨では短時間に大雨が降り、河川や用水路に囲まれている鴨原地域では雨水の逃げ場がなくなり、大水氾濫が起きました。去年の災害を受けて山口市の、そうです、昨年ですね、4点の、まあ、要望したんですけども、その中の一つですね、宝満寺川の増水に備えた可動式の強力な排水ポンプをですね、はい、買っていただくということが決まっておりますので、ありがたいと思っています。坂本さん、やっぱりそういった排水ポンプを、はい、置くっていうのは全然変わりますかね、状況が。そうですね、雨の降り方にもよりますけれども、うん、一つの安心材料ではありますよ ね。やっぱりね、水没するのがもうあらかじめ分かってる家があるんですよ、うんうんうん、やっぱり造成レベルがちょっと低いところがあるんですね。そこはね、去年の段階あるいは15年前の段階であればですね、必ず床上浸水までね、うん、なるんですよ。しかし、まあ、少なし可動式でポンプがあればですね、うん、床上にならないでですね、うん、床下で済むという可能性もありますので、うん、可動ポンプを買っていただいたということはありがたいということで、うん、安心になりますね。山口市では去年の大雨災害を受けて新たに移動式の排水ポンプ設備を4台導入しました。過去の災害でも浸水被害が起きた大内、平川、大戸市、小郡地域にポンプを配備し、浸水被害の軽減を図ります。今日は防災について考えていただきましたが、いかがでしたか。はい、まずは自分自身が住んでいる場所のハザードマップを確認して危険を知ること、でその上で命を守るための備えを日頃からしておくことが大事だなと感じました。はい、坂本さんはいかがでしたか。はい、最近は急な大雨とか夜間の大雨というのが増えているので、自分で判断して自分で行動できるように地域ぐるみで防災対策をしていかなきゃいけないなというのを感じました。ありがとうございます。山口市では自主防災組織の認定制度を設けており、現在231団体の自主防災組織を認定しています。認定した自主防災組織の活動に対して補助金制度を設けています。防災資機材の整備や住民参加の避難訓練など、地域防災力の向上にご活用ください。山口市では自主防災組織の設立方法や防災知識の普及・啓発のための防災講座も無料で実施しています。詳しくは市ウェブサイトで確認することができます。災害から命を守るため、災害対策をしっかりして、自分自身や大切な人たちの命を守りましょう。